はい、皆さんこんにちは、宮地幸です。それではじゃあ今日もね、心理テストいきたいと思います。はい、木が一本あります。そこに小さな生き物がいます。次のうちどれですか？1、リス。2、ヘビ。3、鳥。4、蝶。1のリスでいきたいと思います。はい、直感です。というわけで、この答えはですね、僕のまたオフィシャルブログをご覧になってみてください。またねー。